岩瀬ゆい奈は日本のモデル、タレントである、栃木県宇都宮市出身、コスプレイヤーとして、かつては、岩茶、名義で活動しており、現在でも愛称として使用している、コスプレイヤーを経て、アイドルグループ、合法養女症候群リブート3期生としてデビュー。当初芸名としていた、岩茶、は、高校時代からの愛称であったが、検索しにくいこと。 一回のコスプレイヤーに終わらず芸能活動に本腰を入れる決意を込め、2017年1月1日より岩瀬ゆい奈に改名。2017年3月に解散。グループ解散後は2017年5月までシーナ・ピカリンとあなたを接しに土殺します。を結成、活動した。その後はストリート経雑誌、通販サイトを中心にモデルとして活動する。 2019年4月、ツイッターフォロワー10万人記念として YouTube、配信スタート。新宿区歌舞伎町にある会員制のコンセプトカフェ、バーチャイノンのコンカフェ場。自身のファッションブランドラルフを手掛けている。2021年5月、岩瀬優いなプロデュースのガチロックアイドルグループ、ラルフの制作が発表された。笑い方に特徴がある。 2016年に出演したウェブ番組、東京ときめきチャンネルでは、交際人数一人、経験人数は若い子はいろいろあると答えている。胸は A カップ。2018年7月16日、整形手術を行うことを告知。2019年2月26日に、鼻筋が完成したことを報告した。AB、初投稿、岩瀬ゆい YouTube 始めました。YouTube 2021年7月22日閲覧。AB 東京ときめきチャンネル経験人数を聞かれ異常な引き笑いするイワちゃ、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュオッチ v イコール7 pd z 6 g ズ xm レイ2018年7月13日閲覧。短編ドラマ私の好きって変ですか ケース、例に、私の好きって変ですか ?2021 年4月1日閲覧。ありがとうございます。